だそういう働くことができないゴミクズ雑魚ニートだって、だって働かないでプラプラしてても家帰れば黙ってても飯が出てくるじゃん、親元だからね。ほんとゴミだよ、だから雑魚だよ、ただの。まずね、仕事できないってこと自体でね、貴様らゴミなんだって、雑魚だし度胸がないんだよ、弱いから、うん、一歩を踏み出せないの、まずその一歩前に出れないの、弱いから、雑魚だから、ゴミで雑魚だから。でだってさ、そうやって普通に困んなくてプラプラしてたって家帰ればさ、親元なんだからさ、飯も出てくるから、まだ飯食えるだけいいじゃん、飯を食えるだけまだマシだろ。だって親元で黙ってたって洗濯もしてくれるし、年金も払ってくれるし、もう何にも仕事しなかったって困ることないんだもん。だって、まあ、だけど、まあ、俺たちみたいにちゃんと仕事してる普通の人間から見たら、貴様らは雑魚ゴミだから、うん、それだけは覚えとけよ。な、飯食えるだけいいと思え、ゴミが。